ブライアン・ヘフロンは、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニュージャージー州アトランティックシティ出身。ブルーミーニーのリングネームで知られる。1994年、アルスノーが主催するオハイオのボディスラーマーズ、プロレスリングジムにてトレーニングを積み、プロレスラーデビュー。1995年に、イカップリングウィズにて、リングネームを現在でも使われているブルーミーニーとして参戦。 スティービー・リーチャーズとコンビを組み、レイベンの部下として活動。1996年、ヌオーのパロディユニット部を結成。スコット・ホールのパロディであるダブルーガイとして活動。1998年に WWF へ移籍し、11月22日のヒートにてデビュー。イカップリング・ウィズにて共に行動したアルスノーを中心としたユニットであるジョブ・スクワッドに、 加入し、ゴールダストと交渉を開始。ことあるごとにゴールダストを挑発し、ユニットのメンバーである、ギルバーグをサポートし、ゴールダストから勝利へと貢献したり、試合後のゴールダストに、青のペンキを、頭から浴びせたり、果てには、自身が、ブルーダストへと変身。1999年2月の PPV である、イニュアハウス27。 ストリート、バレンタインズデーマッサカーにて直接対決を行うも、惨敗を喫し、構想は終焉を迎えた。ユニット解散後は、ゴールダストのマネージャーを務めるも短期間で終わるが、後に、WWF に移籍してきたスティービー・リチャーズと、共に行動。2000年より、リチャーズが、RTC のメンバー入りをしたため出番は、次第になくなり、リリースとなった。 2005年、インディーにて、ベルベットスカイトを踊るミニーその後ユカップリングウィズに、復帰するも、イカップリングウィズは、間もなく崩壊。インディーでの活動をすることになるが、2005年の、WWE イカップリングウィズ、S1 ナイトスタンドにて部が再結成され、WWE へ復帰。スマックダウンへと移籍し、7月7日の収録において JBL と、 ノードラゴンクエストマッチを行い部のメンバーとバティスタの助力を得ながらも勝利。そしてメキシクールズと構想を開始し、同月 PPV であるグレートアメリカンバッシュにてメキシクールズに敗れると部の活動は停止。そのまま出番はなくなり再びリリースとなった。再び活動の場をインディーへと移すが同時にタレント活動を始め様々な映画、 テレビへの出演をするようになった。イカップリングウィズのリユニオンショーにも参加し、2007年5月には、WWE にて、スポット参戦。2010年8月に TN の PPV である、イカップリングウィズリユニオンイベント、ハードコアジャスティスにて参戦する予定であったが諸事情が、重なって参加することができなくなったため、 体型が似ていたビッグティリーが代役となり、ブルーティリーとして登場した。他、米インディ団体を中心に多数のタイトルを獲得。ありがとうございます。